スモンの原因であるキノホルムの構造スモンとは、成長剤キノホルムによる薬害。1955年頃より患者が発生し、1967年から1968年に患者発生数がピークとなった。当初は原因不明のフード病とされ、発症者が多かった土地の名を取って、クシロ病、戸田き病などと言われたりした。ウイルス原因説も出たが、 現在ではキノホルムが原因と判明している。田辺製薬はウイルス原因説に固執していたが、敗訴に追い込まれた。スモンは、下肢の痺れ、脱力、歩行困難などの症状が現れる。下に緑色毛状苔が生え、瓶が緑色になる。視力障害が起きることもある。合併症としては白内障、高血圧症などが起きやすい。患者は女性が多い。 1970年に日本ではキノホルムの製造販売及び使用が停止となり、新たな患者の発生はない。スモンは神経症状発生の前に下痢などの消化器症状が現れ、その治療薬がキノホルムであったことから、キノホルムが原因か結果かはっきりしない。田辺製薬はこの点をついて抵抗した。しかし、海外ではスモンが問題化する前から、 スウェーデンの眼界、レナート・ベレグレント小児科うレハンソンらによって、キノホルムの神経毒性についての危険性自体は指摘されていた。治療は対象療法のみで、ノイロトロピンの投与、神経などにより、過死の近く異常に対処する。スモン体操というものもあるが、あまり効果があるとは言い難かった。治療困難な疾患であることから、年月日、 厚生省は他の7つの難病とともに研究班を設置して対策を強化。2020年現在では特定疾患の一つとなっている。1970年代には各地の被害者が提訴、一時は全国22の地方裁判所で裁判が行われていた。1977年10月29日には東京地方裁判所で初の和解が成立。 さらに1978年1月21日には、岡山地方裁判所で2例目の和解も成立した。これらの和解は、被害者と日本千葉外議員者、武田薬品工業との間で成立したもので、田辺製薬は因果関係を否定して、和解を拒否した。ありがとうございます。